かつてこの国には忍びと呼ばれる者がいた。彼らは大名や領主といった主に仕え、諜報活動や破壊の封建社会を崩壊し、忍びの存在を口にする者はいなく、しかしどれほど時代が変わっても人の業は変わることに生きる。忍びは今も存在している。彼女たちが戦いの先に何を見るのか、何を失うのか、それはまだ誰にもわからない。はじめまして、アスカです。よっ、アスちゃん。私の名はイカルガと申します。おーす、カツラギだ。ヤギュウだ。ヒバリです。5人揃って。違うよ。もう、何ですか。シリアスに始まったのに早速この締まりのない展開は。だいたいヒバリさんはいつもそうやって私たちを持って遊ぶ。イカルガの説教が始まっちまったじゃねえかよ。食べたいね、ヤギュウちゃん。イカはダメか。ちょっとみんな、静か。じゃあ、気を取り直して、せーの、戦乱神楽少女たちの新鋭。究極の爆乳ハイパーバトルが登場。私たち5人を華麗に操ってスピード感あふれる爽快アクションを体験。地上と空中を自在に飛び回り、悪人をバッタバッタとなぎ倒すのです。私たちの半蔵学院に襲い来る蛇女子学園との戦いを描く物語は、美しくも儚い少女たちの命のやり取り、ノベルパートとアドベンチャーパートの採用で、さまざまな思いと揺れる感情を伝えます。ちょっとちょっと、イカルガさん、緊張してるの？硬いの？私はいつでも冷静です。ま、いや、そんなことよりこれだよ。全国の青少年諸君、どうだ？コスチューム破壊！難しいことは言わねえ。ぶっ飛ばしてバイーンだ。ボン、キュッ、バイーン。ひょほー、着替えてもうっふー、たまらないね。ジュルジュル、バイーン。ドーン！俺は出さなくていいんだよ。もう、バカ騒ぎをするのではありません。そして、先着購入特典はビジュアルブックにサウンドトラック、ドラマ CD までセットになった少女たちの秘密ファイルがついてくる。おいおい、少女たちの秘密ってなんだよ。ヤギュウちゃん、もう少し感情を込めた方がいいんじゃないかな。ヒバリ、忘れるな。俺たちは忍びだ。広報担当者ではない。まあまあ、最後ヒバリちゃん、しっかり。はい、ヒバリ頑張る。胸ドキドキのセクシーハイパーバトル。皆さん、予約をよろしくお願いします。よろしく。さあ、これからどんどん盛り上げていくからね。アスカ、正義のために舞い忍びます。爆乳ハイパーバトル全乱神楽少女たちの新鋭、2011年9月22日発売予定。命がけで取りに来て。マーベラスエンタ